こんにちは、河合美香です。毎週ね、毎週じゃない、第5週のこのお時間は河合美香が、お相手させていただいておりますが、そうですね、2020年今年は1月から始まってしまったんでちょっとドキドキしておりますが、よろしくお願いします。今日はなんかいっぱい外にサテライトに素敵なお嬢様たちがいっぱい来ていらっしゃっててびっくりって感じなんですけれども、もうみんななぜいるかって分かってるんですよね。でももうちょっと待っててね、もう少ししたら来るからね、はい。ということで今日は、こんな特集をしようと思っております。去年の11月5、6と日本武道館で2日間、松本隆作詞活動50周年記念ライブ風間町列で2021のも行われたんですけれども、まあ、松本さんの、作詞家活動50周年を記念して2日間にわたってライブが行われたんですが、私は、2日目に行ったというよりは2日目に実は5時からこっちで生放送があったんでリハーサルだけとりあえず杉さんのスタッフとして呼び込まれましてリハーサルだけちょっと行ってたんですけどもね。で今日はそんな、風間町デッセイで演奏された楽曲を中心に松本隆の作品を取り上げてみたいなと思って、お届けしております。オープニングはもう皆さんもご存知って言っちゃいけないね、これ、3ディグリーズのミッドナイトトレイン、松本さん英語も詞書けるんですねっていう感じですけれども、この曲は、1974年10月に発表された3ディグリーズの、楽曲なんでございますが、作詞は松本さん、作曲が細野晴臣さん、そしてアレンジが矢野誠さんという、感じで、当日の、2日目に、6日の日にこの曲をやられたんですが、誰がやったかというとミッツ・マングローブ率いる星屑スキャッツがらしいっていうぐらい素晴らしいステージを展開しておりました。ということでここでちょっとこの松本さんのオデッセイでかかった演奏された曲を続けてお届けしたいと思います。こちらは、桑野正弘さんのセクシャルバイオレットナンバーワン、化粧品の CM ソングにもなりましたけれども、これは1日目の方に、ご披露されまして、クワヤンはねもう亡くなっちゃったんでクワヤンさんが歌うわけではなく、なんとビーズが歌ったらしいんですよ。びっくりですよね。そして、引き続きまして、こちらは1981年のこの曲でこの人売れたって感じですけれども、南吉坂さんでスローなブギーにしてくれ、こちらは2日目に吉坂さん出ましてこの曲を演奏してくれました。では2曲続けてお聴きください。桑名正弘セクシャルバイオレットナンバーワン、南吉孝、スローなブギにしてくれ、2曲続けて聴いていただきましたというところでもうスタンバっております。今日なんだか来ちゃったっつって来ちゃった人がいるんですけど、来たよ。素晴らしい名曲2曲ですね。はい、本当に素晴らしいですよね。歌える歌える。いくつぐらいの時にだった、うん、これ79年81年、もう中学3年そっか、中学3年高校1年グッドバイやってる。スタンバイ、ね、やってない。グッドバイはね、うん、83年だ。そっか、うん、だからまだその前か。でもタノキンにもなってない。なってないなってない、うん、金八先生出てるぐらいだからということで、うん、なんだっけ、俺様紹介しろよ。だよね。毎週第1週土曜日の16時から、はい、エモーショナルビートのパーソナリティを担当しております、はい、野村義雄様様がありがとうございます、お越しいただきました。お邪魔させていただいております。はい、でね、うん、RL 長友さんから、はい、こんなサプライズに至って、あとお二人はね、うん、どういう関係か、いきさつでこのサプライズに至ったんでしょうか、うん、お二人は以前から、うん、お仕事ご一緒だったことがあるのでしょうか。今日初対面です。はい、初めてなんですって嘘だよ。今日初対面です、うん、はい、ね、多分グッバイの前から知ってるよね、うん、だから何年、だから30、40年近く、うん、ですね。さ、きっかけ何なんだろう。最初の頃、斉藤誠、いや、チャー、ああ
どっちかだ、うん、きっとで私は17歳の時から、うん、チャーが19の時から知ってるから、うん、チャーをほう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 、うん、いや僕知り合ったのチャーちゃんいくつだろうなあの時わかんないけど、うん、あそう、うん、でそれ関係だね、でまこ、え、違うまこさん、よしおさんのお姉ちゃま、はいはいはい、がまこちゃんのファンで、はあ、でなんかそう、そんなのもあった気がするんだよね、斉藤誠もやってたから、だなんで僕誠さんのところにちょいちょい出入りしてたんだろう、ライブも出てるし、うんうん、新年会も行ってるし、うん、だけど誠は82年だからね、あ、じゃあチャーちゃんの方が、あ、チャーちゃんの方が、あ、チャーちゃんの方が後かな、あれなんで、逆に言うと多分、うん、あの二人よりこっちのは長いの、うん、っていうこと、ね、知り合って、うん、だってグッバイがデビューする前から知ってて、グッバイの、うん、もしグッバイが解散したら私が本書くからねとかって言ってたんだ、そうだよね、グッバイの秘密を全部書くからねとかっつって、うんうん、レコーディングの秘密から、楽曲の秘密からどうのこうのとかって言ってたけど、うん、残念、残念、解散してないんですよ、ね、だから本書けない、うん、書かないそうなんだよ、そうだからその頃から知ってるんだよね、ディレクターの、うん、川原さん、うん、がそう、これにも杉さんとの絡みがあるとか言って、あ、そうだね、なんやがら界隈と、あの人はね、河原さんが杉くんの、うん、デビュー時70年代の後半に、うん、のディレクターだったんです、ビクターから出てるんで、杉くん、マリー&レッドスタイプスで、そうなんだ、うん、ファース、あの1枚目のアルバム、うんうん、この間ね、再発になったんですけど、ビクターから、うんうんうん、でそれにはマリアとか、うん、亡くなっちゃった青潤とかがまだアマチュアだった時代の人たちが、あと阿部康弘とかが、うんうん、レコーディングに参加してるんですけど、まあ、それを手掛けた河原さんが、うん、グッバイをやるっていうんで、うん、で大滝さんとかトライアングルがあって、大滝さん絡みで、うん、な感じでいろいろ、そうだね、フッサの親父ってやっぱいつも言ってたから、うん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 、大滝さん絡みもやっぱ河原さん絡みで僕も知り合いになってるし、うん、だから多分それがもらったり、トライアングル2が82年で、今年ね、うん、40周年で、うん、3月21日にプロモーションしてるよね、私、あの、いや、いい、大事大事、あの、スペシャルエディションが出るんですけどね、うんうん、トライアングル2も、うんうん、でそんな絡みもあって、うん、多分デビュー前に、うん、吉尾とか、うん、家賃とか紹介されたんだと思う、うん、ああそう、うん、でだってあの堤先生もそうよ、堤恭平先生も、うんうん、あの僕らは書いてもらったことないんだけど、うんうんうん、曲をでもグッバイのスタジオにいるのよ、あで河原さんが面白いレコーディングやってるから見に来るとかってね、おいで堤先生がなんでここにいるのって、僕らレコーディングしてるところにうん、うん、で、お子ちゃんたちね、あ、言い方はさ、あの人すごいソフトだからさ、うん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 、そういう言い方しないけどさ、あのちびっ子たち面白い曲書くねみたいな、そういう褒められたことはあるの、いろんな人がスタジオにいたからさ、うん、あの時代、うん、80年代前半ってそう、玉石混交じゃないですけど、うん、素晴らしい才能の人たちが集結してたんで、うん、レコーディングスタジオがすっごい面白かったんですよ、ね、面白かった、レコーディングしてるといろんなミュージシャン来るしね、うん、僕生まれて初めてのレコーディングはさ、たぬきの時にさ、うん、あのたぬき映画があって、うん、それの中でね、銀座カンカン娘っていう曲をね、うん、ラディ竹長さんとおとぼけキャッツのカバーなんだけど、はい、それをレコーディングしてるの、ギターで、はい、そのギターをレコーディングしてる時にスタジオのソファに座ってたのが山下達郎さんそんな、俺なんで俺ここでギター17とか18とかっていうことは、あ、RCA だからね、そう、ま、マッチちゃんの、でもマッチ君関係なく、うん、あ、マッチの流れで多分そのスタジオを使ったんだけど、うん、そしたら達郎さんが多分スタジオに遊びに来てて、うん、タノキンがギター弾くのみたいな、そういう感覚で見に来たんじゃないかな、最初の初めてのレコーディングは達郎さん見守りレコーディングした、うん、ギターソロずっと、なんか上手な振りしてくれたな、うん、次の曲書けようかなと思ってたんだよ、あ、本当、何、うん、達郎さんの奥様の曲を書けようかな、うん、マリアさんの、そう、マリアさんがまだ、うん、達郎さんの嫁になる前のお、デビュー2曲目ぐらいかな、セプテンバー、あ、え、2曲目ぐらいなの、あれ多分そうじゃないか、まだ初期ですよ、デビュー曲かな、割と、の頃の、出来上がってるね、出来上がってますよ、さすがだよね、やっぱね、うん、天才は違うね、うん、だけどマリアさんは自分が歌い手になろうと思ってなかったらしいですから、あ、作家とか、うん、それともただのお菓子屋さんとか、そういうビートルズが大好きで、干物屋さんとかで、ビートルズが大好きで、うん、星川さんじゃないですけど、うん、ライターさん、はい、音楽評論家ライターさんになりたかったらしい、もったいないね、うん、
何何変わってあげればいい。そう、あの取材した時にそれ言いました、マリアに。立場変わってたかもねみたいな話しましたけど、うん、ということで、はい、セプテンバーをかけてもいいかい？いいかい？からし色のシャツだぜ。何色か分かんないでしょ。、うん、最初の歌詞がからし色のシャツ。そうそうそう。でこれは、2日目に、セプテンバーその、うん、武道館のね、うん、あの松本さんの50周年のやつでやったんですけど、はい、その時はエポちゃんが歌いました。なんでエポなのって思うでしょ、思うでしょ、はいはい、だけどこのセプテンバーのコーラスアレンジしたのエポちゃんなんです。デビュー、マジで？デビュー前に、あ、エポのデビュー前、うん、エポ、自分がデビューする前に、あのもうあれだよね、うんうんうん、ということで、そんなこともあの素晴らしい思いながら聞いてください、うん、はい、竹内まりやさんで、うん、セプテンバー。竹内まりやセプテンバーをお届けいたしました。素敵素敵、うん、ベースがかっこいい、うん、誰だろう、誰だろう、すっごいタイム感、うん、音が出てる時と、うん、音ない時の、うん、その隙間の感じが強烈かっこいい、うんうん、このぐらいミックかなと、ミックズクさんかなと思いつつも、ね、もしかするとマリアさんって半分ぐらい海外でレコーディングしてたりするから、誰だ、教えて、知ってる人いたら教えてほしい、うん、ね、調べてほしいな。この人とね、なんかやってみたい、うん、やってみたい、生きてたらね、生きてたらね、うんうん、僕の方もそうだけどね。お互いにだけどね。すっごい素敵なベースね、うん、ね、これも70ん何年70じゃない、うん、ちょっと待って、あ、79年です。79年、うん、か79年4月21日に出たシングルですね。あの作曲をアレンジ林哲司。あ、そう、うん、林さんなんか郷ひろみさんとかの名曲も書いてますね。書いてます、書いてます。あれ、あ、一番あれは、あれです、 I can't stop ってアンリの、あ、はいはいはい、悲しみが止まらないが、うん、カンチンファ林哲司の3部作。あ、そうなんだ、うん、の第一章かな、うん、じゃあ初期の作品って言っても過言ではない、作家としての。そうではないよね、うん、いろいろありますからね、人に歴史あり。そうだから経験にはそう言え語れないんで、調べないとね、初期の作品とか。ただやっぱり、うん、林さん、なんだろう、林さんの名前を知らしめた一曲ではあるよね、うんうん、いい曲だもん、うんうん、素晴らしい。でも9月ね、ディクショナリーだし、あ、松本さんの詩がすごいよね。これほとんどあのアメリカの楽器になってますけど、うん、日本は3月で卒業とか桜とか歌いますけど。そっか、やっぱ、あ、だって前田さん外国にいたじゃない、うん、留学しててさ、うん、あ、コーヒー留学 ね、うんうん、だ、そういうのも踏まえた上での、うん、ね、楽器が、楽器内っていうか楽器が始まるのが、うん、あっちは9月でしょ、うん、だからそういう詩にしたんじゃないの、うん、だし、あの多分この世代、うん、この時代この世代、うん、あの松本さんとか私たちぐらいの世代って、うん、すごくその欧米のサイクルとか、はい、うん、生活ライフスタイルがかっこいいと思ってたから、うん、まあ、まあ、要するにこの曲はサマータイムの時の、うん、サマータイム時間の時の、そうそうそう、曲でございますよ。1時間ずれてるんだよ日本とは。そういうことも含めてね、そう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 、はい、そうね、うん、昼間が長いって朝が早いっていう、あの、そうね、ということで、うん、マリアさんと言ったら、うん、旦那もかけなきゃって思って、達郎さん、うん、達郎さんがさ、うん、自分で詩書くじゃん、はい、とかあと吉田美奈子さんじゃん、うん、松本さんにも書いてもらってたんだと思ってびっくりした。本当に、うん、へえ、知らないでしょ。知らない知らない、うん、知らない知らない。じゃあ聞いてみようか。え、いきなり、うん、なんで急いでんの今日。2時間特番じゃなかったっけ。フリーズ。あ、わかりました。はい、来週2時間特番にしちゃうぞ。みたいな。じゃあ、はい、山下達郎でいつか晴れた日に、達郎さんでいつか晴れた日に、達郎さん自身の詩では絶対出てこない、うん、ま、今ねかかってる間に、うん、吉尾様も、ハッピーエンドっぽいよねこの詩って、うんうん、なんかあ、なんかさ、うん、だから いつか明日天気になってとか、うんうん、その辺ってさ、明日天気になあれのもじりじゃない、うん、そういうことをするのってハッピーエンドだったりするじゃない、はい、でそれで松本さんの詩自体がさ、うん、ハッピーエンドの時にさ、あいうえ、ん、をかきくけこって曲があるんだけど、さしすせそそそそたちつてとみたいな、あれが衝撃的すぎちゃって、うん、初めて聞いた時に、うん、なんだこれ
うん、50音で曲が作れるのかみたいな、うんうん、本来日本語なんて50音しかないのに、うん、それで曲作ってるじゃん、うん、みんな。ただ順番をそのままにしちゃったっていうことを思いついた松本さんに衝撃受けて、それ以降いろんなものに僕それ対応してますね。なるほど。あいうえおもやったし ABC もやったしさ、うんうん、だそういうので影響力は抜群ですね、うん、っていうかハッピーエンドだったから、うん、そういう詩がやっぱり あの実験的なで、そうだね、実験的な、うん、いかにリズムに日本語を乗せるかっていうのが、うん、ハッピーエンドのあの頃はだからほら内田裕也さんと、ね、対立してたじゃない、うんうん、日本語でロックなんか存在しないとかっていうのとさ、うんうん、ハッピーエンドは日本語でロックやるんだとかってさ、時代的にさ、うん、で裕也さんはさ英語で歌っててさ、うん、ハッピーエンドは日本語でやってて、うん、でそれを確立させたのがハッピーエンドだったりとかするわけですよ、うん、だからきっと実験的な挑戦的なっていうことをいっぱいやってたんだよね。確立はしてないんだよ。それで、なんだっけ、サザンの桑田くんと佐野元春が出てきて、はい、うん、日本語もビートに乗るんだって、それは松本さんが思ったのかな。あ、本当、うん、で細野さんは、うん、結局日本で日本語でロックやっても、そのさっき言ったね、うん、ロック日本語でなんかロックじゃねえって石投げられるし、うんうんうん、でアメリカに行ってやると、うんうん、君たちさってアメリカ英語でやろうが君たちさって言われて、それでさよなら日本、さよならアメリカっていう、どっちにもつかないんだ僕たちっていう。あ、だからいろんなことが面白い。その70年代のさ、うん、真ん中とかさ、うん、あの辺の頃の日本の音楽って一番面白いね。うん、すごいと思う、うん、すごい面白い、うん、で人の力で、今みたいにデジタルないから、うん、人の力でやってるから、それエンジニアも含めてね、うんうん、あ、そうだ、さっきのマリアさんのベースは岡田明さんでした、うん、おお素晴らしい、はい、ごめんね、置いといて、大先輩です、一緒にできませんよ、はいはい、まだ大丈夫、お元気だから。いや、お元気だからっていう問題じゃなくて大先輩すぎて一緒にできないですよ。岡田さんなんかもそういう時代のプレイヤーさんだからね、うん、素晴らしいね、うん、本当に、うん、さすがであります、うん、はい、いや、やっぱ松本さん天才だな、うん、どうなんだろう、うん、やっぱりでも70年代から80年代アイドルちゃんに書いたのも含めて、うん、この辺で書いてた松本つつみコンビはやっぱり素晴らしい秀逸だと思う、はいはい、そこはね、僕はもう桑名さんの時に、うん、感じたからさ、うん、桑名さんのアルバムとかってすごい手掛けて、うん、まあ、シングルももちろんいっぱい手掛けてるけど、うん、あの頃のクナナンバーファイブって、うんうん、LA でレコーディングしたアルバムがあるんだけど、うんうん、桑名さんが5枚目のアルバムで、うん、その曲とかはパーフェクトだね、うん、本当に全て、うん、もう歌唱から曲、うん、詞、バンド演奏、アレンジ、うん、全てパーフェクト、うん、それは多分、うん、73年に松本隆史、井波吉高の、うん、バテントのヒロインで、うん、そのコンセプチュアルな詞で、うん、プロデュースしてるんだけどさ、うんうん、でそれなんつったらいいんだろうな、結局それの延長線上っていうか、それをもっと消化させたのがクワヤン の、ボーカル力がやっぱり違うし、あ、私の中ではクワヤンはやっぱロックボーカリストだから、うん、もちろんもちろんロックバンドの出身だっていうかさ、ロックボーカリストだから、うんうん、あそこの桑名兄弟はロックボーカリストだから、2人ともね、春子ちゃんも含めて、うん、そういうところでやっぱりその日本語をロックビートに乗せるっていうところの消化したところなんじゃない。それ言ったら、だからさっき言ったけどサザンとかがビートに乗せたって言ったけど、うん、初めて僕勝手にシンドバッド聞いた時に、うん、日本語じゃないと思ってたもん、うんうんうん、何言ってるか全く分かんなかったから、うん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 、びっくりしたね、はい、だから それだけど桑名さんはちゃんと日本語でね、そうなのよ、うん、だけど英語っぽいんだよ、そう、英語喋れるっていうのもあるけど、うんうんうん、だそこの衝撃はまたちょっと意味が違ったからね、うん、ということで、はい、次の曲いきたいと思います。早い、飛ばすね飛ばすね飛ばすね、だってこのまんまやったらさ、うん、次の番組始まっちゃうんだもん。3時間スペシャルじゃなかったっけ今日、やろっか。いや怒られちゃうんでね。あ、そっか、そうそうそう、達郎つながりっていうところで、そして野村さんも来てくれたっていうところで、うん、この曲達郎が作ったんだよね。何でしょう。マッチのおハイティンブギ、すっげー知ってる、この前弾いた、本当、うん、この前弾いたばっかり、演奏したばっかり、うん、今ね、うん、正彦と吉尾っていう名前でツアー回ってる最中、うん、はい、そうなんだ。さすがにいいタイミングで、本当だね。じゃあ、うん、ハイティンブギ聴いてください。イエイ。はい、近藤正彦でハイティンブギお届けいたしました。この曲さ、うん、最後はさ、うん、
あのテレビとかさ、うん、ライブだとさ、うん、これで決まりさ、これで決まりさ、それが最高って言ってんの、うん、レコードには入ってない、うん、あテレビバージョン、そうなんじゃない、テレビバージョン、うん、テレビバージョンってその当時、うん、いっぱいあって、うん、例えばピンクレディの UFO とかさ、うんうんうん、一番最後エンディングだったかだた UFO だかだたんぱーんって終わるんだけど、うん、UFO なんて入ってない、うん、だからそういうテレビ向けのアレンジっていうのをさ、ディレクターなりマネージャーなりが考えるのよ、そうなんだ、だその曲を印象つけるためにさ、うん、最後に一言、うん、で最後はエンディングで終わりじゃなくて最後もちゃんとその歌ってる本人のアピールで終わらせるっていうアレンジの曲たくさんある、うん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 、なるほどね、だってテレビでこのアルバム通りに構想流してても、うんうん、そうそうそう、ただインパクトなくなる、演奏しかないじゃない、うんうん、でも最後までちゃんと歌があるんだぜっていうか、なんかそういう歌詞、うん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 、だからあそこの部分は松本さん書いてないと思うんだよ、うん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 、それが最高なんてなんでそこで急に最高になっちゃうのみたいなさ最後昔の作詞家の大先生だと文句言うんだろうね、言うでしょ、うん、一言、いろいろありましたけどね、一言二言と違うだけで相当問題になってたからさ、ねうん、だけどだから、うん、そういう日本って不思議な国でさ、うん、そういうアピールの仕方をするんだよね、うん、歌謡曲とかさ、うんうん、いろんなもの、まあでもそれはプロモーションだからね、うん、テレビに、まあまあねうん、CD を売るっていう、うんうん、楽曲を売るしアーティストを売るっていうことだもんね、うんうん、だけど元に戻るけど、うん、これあのタクトさんの曲とこのマッチの曲って、うん、作詞作曲アレンジャー全員お一緒なんですよ、作詞松本さんなんだけど、うん、作編曲山下達郎なんですよ、両方とも、でもこんだけ違うんだと、さっきの曲とね、うん、全然違うね、うん、ギターも達郎さんこれ違うでしょ、違うと思います多分、これは違うよね、うん、でもロックの方の達郎さん出てくるとさ、ボンバーの時のさ、うん、ゴアヘッドの、はい、アルバムゴアヘッドのさ、うん、あれさ達郎さんのさゴアヘッドってアルバムはさ、うんうん、山下達郎じゃないって知ってる？何？どういうこと？ね、立つ山下。あはい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 。なんでローがないんだろうっていう、うんうん、ジャケット見ると分かるんだけど、うんうんうん、あでもあのボンバーがさ、あの曲に入ってるさ、うん、あのアルバムに入ってるボンバーでもコテンパにされたからさ、うんうん、あれほど素晴らしい曲がない、ドゥン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 、僕がアマチュアバンド始めた時に、うん、ベースだったのね、うん、であのボンバーのベースチョッパーベースが弾けなくて、うん、バンドを続かなくなったっていう、うんうん、そういう思い出があるんだけど、あのギターは達郎さんのソロなんだよね、うん、ギターソロ、あだからああいうファンキーなやつって達郎さんお得意な、うん、勝手ビールの谷間へとだからね、かっこいいかっこいい、さ、はい、時間がね飛ばしてるね、うん、だってもう本当に時間がね、うん、もう次の番組になって差し掛かっちゃうぞっていう感じになるんですけど、あと2曲かけたいんだもん。あ、分かった分かった、じゃあ静かにしてる。で、はい、皆さんにどういう関係かっていうのは喋ってるようで喋ってないよね、だからデビュー前から私音楽ライターで取材をして、うんうん、あのわがままを聞いてもらってたんです。そうで、なぜかデビュー初期の頃チャートの対談っていうのが来ると、うんうん、河合さんっていう連絡が来て、うん、やらされてたことがよくありました。間を取り持つのが上手なんじゃない、やっぱりね、きっとあのっていうかチャオのことよく知ってたから、そうでしょ、だから多分チャー語録と野村語録をちゃんとこう喋れるようにしてくれたんじゃない、間に取って、まあ、そうか言葉に直してくれたんじゃない、まあチャーちゃんまあチャーちゃんみたいな感じでね、あの頃まだチャーちゃんとんがってたから、今みたいに丸くなってないから、ちゃんと内側ではとんがってますから、あの人今でも大丈夫です、はい、それと後に、グッバイのやっちんの、うん、それは杉さん絡みなんですけど、うんうん、やっちんのファンクラブ誌を何年私はやったのっていうぐらい、あそうなの、そう、それでだから、うん、あの頃あじゃあグッバイは活動休止してからなんだ、そう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 、ソロになってからね、はい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 、でオンオフだオンオフの、うん、で家賃側で取材に行ったりグッバイで取材に行ったりしてたさって感じ、そういうことだったんだね、そうそうそう、全然分かってないでしょ、うん、ああ今日も見に来たとかって思ったぐらいの、そうそう、久々じゃんとか言われて、そうまあそんな感じで、そのぐらいの気持ちだったんだ、まあ40年近くの、ね、そうだね、なんだかんだ、うんうん、お世話になってます、ありがとうございます、お世話してます、うちの曽我がお世話になっています、ありがとうございます、もうやってないですよ、うん、もうやってないんだ、じゃあ関係ないということで、はい、そろそろねもう1曲かけてエンディングの方に行きたいと、うん、早いね、早いんですよ、もうだって50分だから、はい、わかりました、静かにしてます、はい、こちらは、うん、これはねプロデューサーの
かけてって言われるんでいつも、うん、原田真嗣のタイムトラベル長い名曲名曲長いんで、うん、ちょっとカットしながら聴いてくる、うん、これほど詞と曲がアレンジがマッチングしてる曲って、うん、僕日本の音楽で他に聴いたことないです。素晴らしいと思います。誰がカバーしてもできない、できないと思います、うん、オリジナルの一番強いところだね。はい、じゃあ原田真嗣でタイムトラベル。はい、最後まで聞きたいですけどね。ありえない、名曲すぎるわ、はい、本当にありえない、うんうん、これも78年だから真嗣くん10代の頃じゃないかな、まだ天才すぎでしょ。10代ん天才すぎでしょ、それだとしたら、うんうんうん、ね、なっても20歳とかでしょ、だから、うん、天才すぎでしょ、うん、だってデビューの時大学生とかって言って、うん、ね、あ、だからオーディションを受けた時は高校生で、うん、で青学に入学して、うん、天才すぎでしょ、うん、もう何もかなわないもん、うん、素晴らしいね。やっぱ何おっしゃる、吉尾さんだって高校生の頃から、うん、あのやっちに聞いたのか、うん、あの吉尾さんから聞いたのか、うん、あの学校行き、うん、学校で授業中に詩書き、あ、それ僕ですね、詩を書き、うん、終わったら、うん、スタジオに行ってそれを歌ってたっていう。そう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 、吉尾様学校に行く前はレコーディングしてるのスタジオで、ずってね、ずっとそうそう、オケ作って、うん、でそのそれを持ってカセットテープ持ってあのウォークマン聴きながら授業中に詩書いて、うん、で授業学校終わったらそのままスタジオ戻ってもう歌歌ってるで、ね、だから学校は何だったんだろうっていう静かな詩を書く場所だった、うん、だからいいんじゃないですか、うん、あの詩を書く教室で詩を書くというね。そうそうそう、まあ、うん、レンタルルーム今で言う、うん、そんな感じに使ってたんだよきっと堀越ですから大丈夫ですよ、勉強なんかしてないもん、分かんないんだもん学校で教える勉強。松本さんはどうやって書いてたんだろうね。だってコーヒー屋さんでよく書かれてるね、うん、あの近所の有名 なコーヒー屋さんがあって、うん、そこの一角がもう松本部屋になってて松本テーブルになってて、うん、書くことが多かったとかっていう、うん、今でもそうなのか分かんないですけど、はい、もうすでに、うん、あ、これはエンディングじゃないね、うん、あの SE ですね、うん、そっか、そうそう、そうやってなんか詩を書くことが多いとかっていうのは聞いたことあるけどね、うん、だからどっからあのアイデアが来るのか分かんないから素晴らしいと思います、うんうん、あ、でも私は思ったのは、うん、松本隆とはその感情を風景で描く人だなと思った、うん、感情をこう割と皆さんさ、シンガーソングライターの方もそのまま言葉にするじゃん、うん、だけど松本さんはそれを風景に置き換えて、あのハッピーエンドなんか特にそうだなと思ったんです。そうだね、うん、なんかやっぱ絵が見える詩っていうのがさ、うんうん、素敵だよね、うん、すごくね、うんうん、それとかあと曲にオチがないとダメ、うん、オチありますね、うん、必ず最後に落ちるっていうオチが、うんうん、オチっていうのはさ楽詞じゃなくてさ、うん、あの感動だったりとかさ、そっかとかね、そうそうそう、大どんでん返しだったりとかさ、うん、そういうものがある詩っていうのを書ける人っていうのは本当に少ないから、うんうん、まあ、今原田真嗣さんかかったけど、うん、例えばシャドーボクサーっていう、うん、曲もさ結局はさシャドーボクサーって誰かと戦ってるんだけど最終的には自分を叩きのめそうとしてるっていう、ね、そう、うんうん、だそういうオチがあったりとかさ、うん、そういう詩をさちゃんと計算して作ってるからさ、うん、最近のいろんな若い子の詩を聞くとさ、日記、うん、行きっぱなしじゃんみたいなのがすごいいっぱいだ最近だけじゃないですよ、もうそれ90年代から、うん、亡くなっちゃったコーラスのジャッキーとかがと話してて、うんうん、いや最近でもほらお歌の練習に来るらしいんですって、詩見てくださいって言われるって見たんだって、うん、日記じゃんとか、そう、全然日記だとしか思えなくて、うん、感動する詩をなんか書いてくれる人がほとんどなんか僕の周りっていうか、うん、僕が聞く環境ではほとんどいないね、うんうんうん、ということで、はい、大好きな私の大好きな風を集めて今日のエンディングかかっちゃったんですけどね、大名曲、はい、すいません、なんか今日は、うん、来ちゃった攻撃でごめんね、喋りすぎちゃったね曲2曲カットしましたけど、ね、いえいえ大丈夫です、皆さん楽しんでいただけましたか、好きなだけ喋っちゃいました、ごめんなさい、うんうん、ね、一人で喋るより楽しいよねやっぱりね、もちろんもちろんもちろんということで今日は、はい、野村芳夫さんをゲストにお迎えして、うん、川美香の好きで何が悪い松本隆特集をお送りしまし ました。お邪魔しました。来週この時間が吉尾さんの、うん、はい、好きなにで、うん、5時からその後は、エモーショナルビート川井美香の、はい、エモーショナルビートじゃないや、ミュージックデリバリー、うん、DX 川井美香の好きで何が悪いと2時間特番、来週も一緒じゃん、2時間特番になりますね、あ、それでも OK だね全然ね、マニアック特集で、そうですね、うん、ということで、はい、ありがとうございました、こちらこそありがとうございました、お邪魔させていただきました、ということで、じゃあこの曲風を集めてハッピーエンドでお別れします、はい。